4日放送のフジテレビ系誰かつ中井、毎週日曜あと9時では中井正広と二宮和也の MC タッグ初回となった。番組冒頭ではダウンタウン松本人志の活動休止を受けて番組がリニューアルした経緯を2人が語っていった。冒頭二宮が1人でスタジオに登場。いやあ、シンプルに震えてます。僕ゲストで来てその後にそういう打診ももらって変な話検索しちゃうんだよね。みんな検索しているんだよね。新しい MC 誰なんだ。タカさん、ハマちゃん、やめたくなるよね。かっこ笑い。やめて、みんな。下回ることないからと自虐。これですごく検索されていて、注目度が高い番組なんだと。何回できるかわからないけども、そういう番組に関わらせていただくのはありがたいですと感謝を伝えた。